どうですか、お仕事は。まあ、少しずつやっと慣れてきたかなっていうのと、うんうん、まあ、開幕待ち遠しいなっていう、ね、そんな感じです。でも一応5月頭に、まあ、やりたいなって感じになってるんですよね、J リーグ側も。そうですね。その、まあ、試験的に多分 J3 リーグ一番最初に始まるんじゃないかって言ったけど、うん、まあまあまあ、そこに向けてまたちょっと気持ち持っていってるような感じなんで、うんうん、まあ僕らより選手の方がちょっとかわいそうかなっていう。ああ、確かに。はい。感じはしますね。練習もね、しなきゃいけないけど、いつ始まるかわかんないし、みたいな。そうですね。そうですね。まあ、準備する期間が長くなったっていうのは、まあ、一つポジティブに捉えてて、うんうん、まあ、いい状態でシーズンも入れればなっていうのは思ってるんで、まあ、それはいいことかなとは思ってますね。うん、なるほど。はい。わかりました。自己紹介を簡単に、まあ、経歴とか今どんな感じでやってるのかとか教えてください。はい。名前は飯高弘明です。で、今、現在は、J3 の YSCC のトップチームのゴールキーパーコーチをしています。で、以前は、鹿島アントラーズだったり、ザスパ草津群馬のアカデミーのゴールキーパーコーチをしてました。うん、うん。はい。キーパーコーチやって何年ぐらい経つんですか？僕は、まあ、高校して自分の母校を手伝って、てたの合わせるともう10年ぐらいになりますね。本当高校卒業してすぐいろんな感じなんで、うん、10年近く、うんうん、10年近く、はい、やってます。なるほど。まあ、そんな中で、まあ、ジョアンと会ってどうだったかっていうことをいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まずですね、ジョアンのセミナーに行こうかなと思ったきっかけって何ですか？まあ、きっかけは、まあ、ゴールキーパーの技術獲得だったりとか、アクションに関してちゃんと体系的にできてる指導者がジョアンかなと僕は思ってて、うんうん、まあ関わった選手が良くなってるっていうのも知ってたし、うん、まあそれで一番まあジョアンに興味があって、まああとは倉本さんの関わりあってる、うん、そこでまあジョアンのセミナーがあるっていうことで行こうと思いました。うんうん、なるほど、はい。ちなみに会う前って、例えばキーパーを教えるのにどんな悩みとかありました？はい、その悩みは、一番は、まあ、問題解決が一番難しくて、うんうん、っていうのも、まあ、自分の頭の中でイメージできてるけど、選手にちゃんと伝わってなかったりとか、まあ、共有できてないってことが一番の問題で、うんうん、まあ、そこを伝えるのが一番難しかったですね。うん、なるほどね。はい、そんな中で、まあ、ジョアンに初めて会った時ってどんな印象でした？まあ、頭の中すべてがもうゴールキーパーのことに。まあ、ね、確かに。っていう、本当まあゴールキーパー良くしたいと思ってるゴールキーパーコーチの一人だなっていうのは思ってて、うんうんうん。で、その考えがものすごい整理されてて、ちゃんとトレーニングに反映されて、で、ゲームでできてるっていうのが、うん、まあ印象だったので、うんうんまあ、本当にすごいゴールキーパーコーチだなと。おー、なるほど。思いました。はい。何が一番衝撃でした？衝撃だったのはすべて、まあ、その育成に関して、すべてプログラムがあるっていうのが衝撃で。ああ、はい。もうその技術獲得のところからポジショニングからすべて全部決まってるというか、もう彼の中で理論立てて教えられるっていうのが一番衝撃的で。うんうんうん。なんか僕も未だにまあ、ある程度感覚の部分もちょっとやっぱ残ってるんで、うんまあ、そこまで全部言葉にできてとか、で、しかもそれを改善するトレーニングが全部持っててっていうのはものすごいことだなと。うんうんうん。やりながらジョアンの凄さを感じてますね。なるほど。はい。そうなんですね。うん。そっか。で、講座を受けてて、特に学びになったこととか他にありますか？もう学びになったのはその技術獲得だったり、まあどうやって伝えていくかっていう、うん、伝え方の順番っていうのにすごい意識するようになって、あもうそれがもう選手、まあ、特に育成の選手なんかそれが一番大事なんじゃないかなって、うんうん、ジョアンの講習を受けてる中で思ってて、っていうのも、うん、その積み重ねってずっと僕ら指導者は多分言うと思うんですけど、うん、じゃあ本当にそれが積み重ね、っていう言葉がそれ本当適してるかどうかって今まで
の感じだと本当それが積み重なってるのかも分かんなかったし、うんうんうん、ジョアンのやり方とか、理論を、まあ、勉強することによって、まあ、積み重ね方はなんかなんとなく理解できたかなと思いますね、うんうんうん、まあ、どうやって積み重ねていくかとか、うん、この過程とかが、うん、まあ、ものすごい大事なんだなっていうのと、まあ、そのやり方を僕らが知れたっていうのが、うんうん、一番大きな学びかなと。ああ、なるほど。まあ、その中で、例えばどんな成果とか結果が出たりとか、まあ、子供がこんな風に変化したなとかっていうのがありました？まあ、以前関わってたアントラーズのアカデミーの選手だと、まあ、いろんなナショナル GK キャンプとか呼ばれたりとか、うん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 、まあ、結構そういうトップレベルの機会、トップレベルの場所に呼んでもらえることが多くなったっていうのもあるし、うんうん、まあ、一番は全部関わってる選手がちゃんと、まあ、自分の問題もすぐ解決できるようになったっていうのと、選手自身がプレーで解決できるようになったっていうのは、多分正解知ってるから解決できるようになったのと、うんうん、まあ、あとは会話がものすごいスムーズになったし、まあ、トレーニングしても選手がまあ状況、その、どういうシチュエーションでプレーしてるかとか、多分イメージしてやってくれてたかなっていうのはすごい感じてて、うん、まあ、それが一番なんかキーパーとのコミュニケーションがスムーズになったりとか、まあ、話してて、うん、その、うん、なんですかね、一番大事なのが、本当その、うん、選手が納得感あるかどうかっていうのがものすごい大事だなと思ってて、あ、まあ、それがまあトレーニングでやっていって理解することによって、多分選手が納得してくれて信頼関係になると思うんですけど、うん、まあ、ジョアンの講習受けてそこが一番変わったかなっていう、選手が納得してくれるようになったというか、まあ、理論的に話すから、受け入れてくれることが多くなったかなっていうのは、うん、なんかすごい感じましたね、やってて。なるほど。そうなんですね。でもこう、はい、長いこと、まあ、長いことでキーパーを自分でプレーもしてて、かつキーパーコーチをやってたら、はい、こうどうしても今までのとかやり方とか、はい、自分のやり方とかってどうしてもやっぱり思うじゃないですか。はい、それでもこう、なんだろうな、そこをあえて否定し、んー、ちょっと表現があれだけど、ある意味捨てて、うん、じゃあジョアンの入れてみようって思ったのってどうしてなんですか？っていうのも、その今まで自分がやってきたことをちょっと、まあ、疑うじゃないですけど、うん、経験してきたことと、本当はなんか起きてる現象が違うんじゃないかっていうのをちょっとゲーム見ててよく、その時期にちょうど思ってて、まあ、だから自分の考えと違う人の考えも一回吸収してみようかなと思って、それが一番は、一番なんか、取り込みやすかったというか、一番機会があったのが、まあ、ジョアンだったっていうのが。うんうん、なるほど。はい。まあ、そういうきっかけがあったんですね。はい。それはとても興味深いですね。なるほど。じゃあ、その中で、まあ、ジョアン、はい、が、まあ、他のキーパーコーチと違うなって思うとこってどんなとこですか？なんか全部が違いますね。確かに。でも全部が違って、うん、本当にまあ、なんか本当になんか職人気質だなと思ってる、うん。なんか本当日本でいう本当職人で、ゴールキーパーを育成する職人だなっていうのが僕の、うん、彼のイメージで。うん、で、まあ、どうやって選手が良くなっていくか、もうその、本当その追求の仕方がもう、半端じゃないというか、うん、人を真似で、日本人でなかなかそこまで行ってる人もあんまりいないんじゃないかなっていうのは、うん、何が違う？日本、まあそこまでちゃんと、6年とか、例えば9年とか長いスパンで、育成の観点を持ってるゴールキーパーコーチが、まあ、日本に何人いるのかなっていうのをちょっと僕は気になってて、うんうん、まあ、ここ何年かですごい増えてきてると思うんですけど、うん、じゃあ実際それが理論立ててできて、で、しかもそのやり方っていうのを持ってるのはジョアンで、しかも実践できてるのもジョアンが一番かなと。本当、うんうん、育成に関しては、まあ、トップも見てたし、本当、うん、本当プロかなと、ゴールキーパーを育成するという。うんうんうん。なんか、自立させ、ゴールキーパーの自立させ方、自立させるとか、まあ、
選手は自立していくと思うんですけど、うん、それをちゃんとできるようにしてあげるのがジョアンなのかなっていう。ああ。それが他のキーパーコーチと違うかなっていう。うん、ああ。なるほどね。まあ確かにさっきの自分で考えるっていうのも、まあ答えっていうかね、まあ型があるから、それをもとに選手は、うん、今のはこうやってできてなかったから、ここがミスだったな。じゃあ次はこれをもう一回やってみようとかって。うん、まあ立ち返られるっていうのは確かに。うん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 、なるほど。じゃあそんな、まあ、ジョアン、他の人に、知らない人に紹介するとしたら、どんな風に紹介しますか？いや、なん、なんて紹介しますか？なんて紹介。これも難しいですね。うん、さっき、本当い、うん、ゴールキーパーを育成するプロのコーチって感じですから。ああ、うん。本当、うん、うん、フィールドのコーチも、サッカーやってる人は一回ちょっと話だけは、理論だけではちょっと聞いた方がいいかなと。うん、それが、なんかそれがいいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、まあそれは本当サッカーに通ずること全部言ってるし、うんうん、まあ、どう積み重ね方はちょっとフィールドと違うかもしれないですけど、うんうん、その体型立てるとかどういう順番でっていうのはすごい整理されてるんで、うん、まあ、キーパーだけじゃなくて、まあそれを活かしていろんなコーチングにも応用できるとは思うんで、うんうん、でもサッカーの指導者であれば一度いいから聞いた方がいい。とりあえず、とりあえずもう一回聞いてみて、うん、まあそこで判断してくれと。うんうんうん。いうぐらい、本当一回話はちゃんと聞いた方がいいかなと思います。うんうん。なるほど。はい。ありがとうございます。すいません、なんか言葉になってなくて。とんでもない。逆に今度、まあ今度とか、うん、今後、飯高さんはどんなキーパーコーチになりたいですか？なってたいですか？僕は、キーパー、やっぱジョアンみたいに、まあ、キーパーを自立させることができるっていうのと、うん、あとは、その、まあ、まあ、少年とか、まあ、4種から今見てるトップまで全部をちゃんと見れるゴールキーパーコーチになりたいなっていうのは一つの目標であったので、うん、まあ、どのか、育成でもトップでも全部ずっとやってられるゴールキーパーコーチになりたいかなと。うん、本当キーパーがゴールキーパーずっと好きであり続ける、うんうんうん、あ、ずっと好きでいられるように、まあ、指導していきたいかなとは思ってますね。うん、素晴らしい。いいですね。なるほど。そういう感じですかね。はい。インタビューは以上です。すみません。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。